ロモテツです。当チャンネルは、初心者向けの香水サイトも運営している自分が、愛用していた香水、実際に使っていた香水の、レビュー動画を上げていくチャンネルです。初めての香水選びの際にも少しでも参考になるように、できるだけ難しい言葉は使わずに3分程度で、紹介していこうと思います。リーズナブルな香水が結構多いので、特に学生年代の方や初めて香水選ぶ方に参考になるかなと思います。今回はですね、コメントの方でカルバンクラインの CK エブリワンも知りたいですというコメントがあったんですけど、まあ、自分もカルバンクラインの香水は、いくつか持っていて、自分も気になったので実際に購入して使ってみています。容量は 50ml のボトルとなっていますね。ボトルのデザインの方はシンプルなんですけど、このように他の香水では、見られないようなバンドがついている、なかなか個性的なデザインとなってますね。気になるこのカルバンクライン CK エブリワンの値段ですが、まあ、自分が購入したこの 50ml のサイズでだいたい3500円前後で販売されていました。これにも大きい 100ml であればだいたい5000円前後で販売されていました。まあ、値段の方は前後するので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。サイズの方は 100ml はかなり大きいので、まあ、お試しであればこの 50ml のサイズがいいかなと思います。で、気になるこの CK エブリワンの実際の香りですが、まあ、含まれている香料からもある程度イメージできるかと思いますが、まあ、自分が実際に使ってみての印象を一言で表すと、まあ、夏でも使いやすい、まあ、超爽やかかつ、まあ、セクシーな香りといった感じですかね。まあ、ついCK1 と比較してしまうんですけども、まあ、CK1 と比べると、まあ、柑橘系の香りはかなり弱めかなと思いますね。逆に青い、まあ、ウリ系の香りというか、本当に夏に使いやすい、まあ、爽やかさでは、まあ、自分が持っているカルバンクラインの香水では、まあ、ダントツかなと思いますね。個人的に自分の中ではもうカルバンクラインの夏の香水といえばもう CK エブリワン一択といった、本当にフレッシュな、まあ、爽やかな香りを感じますね。まあ、甘さも控えめで、まあ、男女問わず使いやすい、まあ、軽めの、ユニセックス香水といった感じですかね。まあ、香りにきつさも癖もないので、まあ、女子受けというか、まあ、もはや万人受けを狙える、爽やかな香りかなと思いますね。この CK エブリワンを使える季節としては、まあ、先ほども言った通り、まあ、オールシーズン使いやすい爽やかな香りですが、まあ、特に夏に、使いやすい、フレッシュな香水かなと思いますね。でまたカルバンクラインでいうと CK1 とか人と被りやすい香水ではありますが、まあ、この CK エブリワンはカルバンクラインの中でも、まあ、人と被りにくいといった意味でも、まあ、おすすめの香水かなと思います。はい、それでは今回は以上です。皆さんの香水選びの少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。